昨日やっと今シーズンの開幕になりました、ね、藤野秀幸、昨日は第3位、今日も期待されます、この藤野秀幸元チャンピオン、どういう走りを見せるのか、チーム東洋タイヤドリフト180、まずは1本目、いい角度できたぞ、悪くない、それでもいった、踏み切った、藤野秀幸。さあここから2本目です。藤野秀樹1本目がちょっと伸びて 96.7、 さあどういった走りを見せますか藤野秀樹、ここで一気に伸ばしていきたいところではありますが、やっと復活、昨日の3位という成績、今日も表彰台を狙いたいところではありますが、もう思いっきり打ってきた、一瞬角度を起こして、そしてまた振り込んでいく、綺麗に持っていった五関、さあどうでしょう。さあ東洋タイヤプロクセス R888 RD の対決はボンが先行、86後ろから180、藤野秀幸がどうだ、どう使いどおり藤野がまず取った、そしてもう一回入ってくる、これはすごい、これはすごいぞ。あとはポン選手の先行者のトスのポイントがどれぐらいになるか、おポン98、ポン98、それに対して藤野やっぱりちょっと低い、94プラス7 101ですから3ポイントしか差がないです。後追い7取りました、やっぱり ね、はい、8ぐらいかと思いましたけども、入れ替えの2本目動き出しました、藤野秀幸180が前、そして後ろからポン VR386、 さあついてはいく、ついてはいる、さあ藤野が振る、そしてポンが打っていく、ずっと入った、さあポンポン入っていく、ポンポン取ってる、さあこれは95が2本目の走り、ポン6ポイント取ったけど、あと追いポイント伸びなかった、これは勝負あり、ベスト4進出は藤野秀幸、カーナンバー66藤野秀幸 VS カーナンバー36高橋和美、藤野秀幸、そして高橋和美、なんとなんと高橋和美ベスト4まで勝ち上がってきた、しかしここからはこういった選手相手にどこまで高橋和美頑張れるか、ついていきたい、まだ逃げる、いいところ入ってくる、しかし飛び出した、出た、これは藤野が飛び出た、マイナス2点の減点、あ94点しか出てなかった、94点の走りに対してマイナス2点、92、藤野92、それに対して高橋和美95プラス3、初の決勝進出なるか、そして昨日の順位以上2位以上を取ることができるか、藤野秀幸、さあまずはここ高橋、そして後ろからぴったりついている藤野、さあどうだ、これはついている藤野が、あと1ポイント当たっている、ちょっと走りに精彩がないぞ、先行出た、なんか全然得点高橋低かった、これはダメだ、逆転だ、さらにマイナス2はどこだ、ゾーンのような気がするんですよね、ゾーンだ、ゾーン不通過だ、やっぱり単走通りの走りできなかった、大逆転決勝進出、藤野イルキー、うわファイナルです、カーナンバー7松井幸男 VS カーナンバー66藤野秀幸、さあいよいよファイナル、さあそしてさあ松井幸男先行、あとは藤野秀幸、藤野秀幸捉えている、さあこれは近いところ、うわー戻った、さあ両者ちょっと戻りながら、そしてもう一回振った、入っていく、捉えた、入った、最後も取ってった、96対101、まずは1本目アドバンテージ、大きな藤野秀幸になりました、今スタートしてった藤野秀幸、そして後ろから松井幸男捉えている、藤野の180の後ろはアレックス7ぴったり入っている、さあどうだ、逃げる藤野、逃げる、そして松井も入る、これは分からんぞ、それでは発表いたします、はい、2019グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド4トカチ優勝、
松井ゆきお連勝2連勝2連勝1ポイント差1点差199対198あの2本目の走りは両者97点ずつの走りでした、はい、先行藤野選手頑張りました。実は97走りきっちり最後いたしました、うん、しかし松井選手も後追いで97の走りをしてさらに後追いポイント6取っていたというところが非常に大きかった、はい。